여러분, 안녕하세요. 저는, 예. 안녕하세요. 저는 이번, 예, 스피치 콘테스트 사회를 맡은 손범기라고 합니다. 예, 지금부터, 예, 전통을 자랑하는 우리 사이버한국 외국어대학교 일본학부의 제12회 일본어 스피치 콘테스트를 시작하도록 하겠습니다. 먼저, 예, 스피치대회 개회에 앞서서 이제 우리 학부장이신 정현혁 교수님의 개회 인사 해 주시도록 하겠습니다. 여러분, 안녕하세요. 일본 학부장 정현혁입니다. 여러분들도 우리 손봉희 교수님이 처음에 개회식 하면서 처음 말씀하셨지만, 올해로서 12회를 맞이했습니다. 12회라고 하는 거는 이게 1년에 한 번씩 있었던 건데, 정말 전통이 있습니다. 왜냐하면 12년 전에 시작을 해서 한 번도 빠지지 않고 지금까지 왔다고 생각하시면 됩니다. 1년에 한 번씩 있었던. 그래서 이제는 점점 갈수록 우리 학생들의 일본어에 대한 스피치 능력도 뛰어나지고 훨씬 더 실력이 나아지는 것을 해마다 볼 수가 있었습니다. 그러면서 올해 이제 12회째는 과연 또 얼마나 더 저를 좀 놀래게 할 정도의 그런 어떤 여러분들의 일본어 실력과 또 내용 그런 것들을 여러분들이 또 소개해주고 들려줄까 하는 많은 기대가 있습니다. 12년 동안 있으면서 저 혼자서 학부장을 해왔던 것도 아니고, 우리 유노스 교수님과 같이 번갈아가면서 학부장을 해왔지만, 늘 학부에서는 전임의 어떤 학부장님이 했던 좋은 부분들을 늘 이으면서 지금까지 이어왔습니다. 예, 소위 말해서 전통을 늘 만들기 위해서 노력을 많이 해왔다는 뜻입니다. 여러분들도 이제 제12회 이렇게 예, 스피치 대회에 또 참석하시게 된 거고, 또 내년엔 13회가 계속 이어져서 이게 끊기지 않고 여러분들 정말 일본 학부의 일본어 스피치 대회. 이거는 전통이 있으면서도 서로 간에 공부하는 부분에 있어서 여러 부분에서도 정말 도움이 되고 귀한 어떤 행사 중에 하나다. 이렇게 여러분들이 인식이 되고 쭉 이어지기를 다시 한번 바라마지 않습니다. 자, 여러분들 오늘 마음껏 정말 실력 발휘하시고 여러분들 준비한 것을 조금 더 이렇게 아낌없이 이렇게 좀 펼쳐주면 좋겠다. 그런 마음을 가집니다. 너무 길면 안될것 같아서 여러분들 잘해주시기를 기대하겠습니다. 네, 이상입니다. 네. 정현혁 학부장님이 감사드립니다. 자, 그러면 이제 이 본선에 앞서서 그래도 우리가 그동안 이제 스피치 대회를 위해서 이제 안내를 해드렸고 또 이제 많은 참가자 분들께서 또 우리 이 스피치 대회에 신청을 해주셔서 이렇게 본선에 진출하게 되는데요. 그 예선 과정이 어땠는지에 대해서 하치노 토모카 교수님께서 간단히 말씀 주시도록 하겠습니다. 皆さん、こんにちは。蜂野友花です。毎年、恒例日本語スピーチコンテストということでやってまして、今回第12回ね、いつの間にか12年目。今年もたくさんの、何ですか、たくさんの学生さんが応募してくれて、予選を見事通過した13人の学生さんが今回本選ということで、私たちものすごく期待しております。コロナの、ね、せいでというか、まあ、去年から Zoom ではやっておりますが、多分、まあ、人の前で立って話すのとこの Zoom で話すの同じぐらい緊張するんじゃないかなと、まあ、8割ぐらいですかね。緊張するんじゃないかなと思います。大体他の国の言葉で自分の意見を5分間も話すってなかなかね、人生ないと思うんですけれども、ぜひ録画もしておりますので、皆さんの後輩のためにぜひいい作品を残してあげてほしいなと思います。予選の報告ということですけれども、まあ私の感想では今までの12年間の中で一番良かったんじゃないかなと思うぐらい、すごく皆さん、基本的に日本語がよくできて、基本的にスラスラ喋れる
学生さんでしたので、今回本選はかなりちょっと、まあ、難しいんじゃないかなと審査するのが、そういうふうに期待しております。ぜひですね、緊張しないで緊張しないで自分が言いたいことをはっきりしっかり後悔しないように、いや夜寝るときに、ああもうちょっと頑張って言っとけばよかったとかね、なんであの時恥ずかしがっちゃったんだろうとか、人生後悔ばっかりになっちゃいますので、ぜひ今日は自分の実力 120% を発揮して頑張ってほしいなと思います。ということで頑張ってください皆さん。하철교수님감사드립니다자그러면이제본선에앞서서이제여러분의이제스피치를이제심사해주실이제심사위원의소개가있겠습니다먼저예심사위원장이신예우리학부장님정현혁교수님부터예간단한한말씀부탁드리겠습니다여러분안녕하세요예심사위원장을맡게됐습니다근데아까제가이제개회사라면서조금빼먹었었는데우리심사위원장을포함심사위원은우리그일본학부의전임교수님들이제저를포함해서5명이하는데이번에그유노스교수님께서급히좀출장을가셨어요그래서여러분들의이참석못하는거에대해서너무나안타까워하고출장을가셨는데여기에접속해서할수가없는처지에그출장을가셔서그래서오늘같이못하게된걸너무나안타까워하셨습니다그래서오늘은심사위원장인저를포함해서네분의교수님들께서예저와그다음에손봉인교수님하츠노토모카교수님사사히로코교수님이렇게네분이심사위원으로서오늘맡아주시겠습니다자그럼그심사의기준에대한거이부분은나중에얘기할까요손교수님어떻게할까요네그럼후배끝나고나서바로네네네예교수님감사드립니다자그러면이제그다음으로이제심사위원이신하치노토모카교수님간단한はい、皆さんこんにちは、八野智香です。今回も審査員として頑張っていきます。皆さん5分間の中で質問事項とか何かこうコメントを一言笹博子先生と交代交代で言いますので、それも審査の中に含まれると思われますので、ぜひですね、誠実に答えていただきたいと思います頑張ってください。예감사드립니다예그다음이제심사위원이신사사히로코교수님간단한말씀부탁드리도록하겠습니다はいもう説明の方は全部八野先生からあった通りですけれども、今日も13人の皆さん、頑張って最後まで、スピーチ、してください。ね、あまり緊張しないのが一番いいと思いますので、はい、自信を持って胸を張ってスピーチをしてください。ではよろしくお願いします。예감사드립니다마지막으로예저손범기가이제심사위원을맡도록하겠습니다예뭐원래는이스피치콘테스트가이번에는좀오래간만에오프라인을재개하려고했었는데갑자기이런또오미크론변이로인해서부득이하게또이렇게온라인으로하게되었는데요그래도이제뭐온라인에대해서는여러분은뭐다이제익숙하시니까또이제이번에도예뭐원래대로의기량 100% 발휘하셔서예좋은스피치해주실거라고기대합니다예감사드립니다자그다음으로이제그스피치에앞서서이제그심사를하는데어떤기준으로하는지에대해서간단하게저희심사위원장이신정영교수님께서말씀을해주시도록하겠습니다네자심사위원장으로서여러분들심사기준에대한거먼저말씀을드리겠습니다크게세가지항목이있는데그전에이본선은일단은시간오버에대한걸상당히감점이큽니다그래서
오버가되지않으면은뭐그런데너무짧아도그렇고5분을시간으로제한시간을두고있습니다그래서여러분들이하실때아마준비도하셨겠지만은이렇게핸드폰에이렇게시간을좀해놓고꼭하셨으면좋겠고오버가되면감점이됩니다근데너무짧은것도감점된다는것도여러분알아주시면좋겠습니다한뭐2분3분에끝난다든지이런부분도감점이됩니다자그것과함께세가지항목을여러분들이채점을하게되는첫번째는표현력에대한거를40점으로채점하게되는데각네분의심사위원들이예다채점을합니다근데표현력40점인데어떤부분을보냐면은예지분노이게이야슈조스타에타이토유히타무키사또네츠이가간지라레로자이렇게표현하고있는데자신의의견이나주장을전달하고싶다라고하는어떤그간절한어떤그런마음이라든지그런열의가느껴지는가어떤부분으로서표현력그다음두번째로서표현력은이렇게뭐손짓이라든지시선처리라든지시선부분에서여러분들저희가그직접오프라인형태에서는이렇게밑을보거나위를보는걸다볼수가있는데지금이온라인상에서는그부분이체크가안된다고생각하시면오해입니다다지금보여요그래서여러분들이앞에놔두고원고를보고하는지안하는지부분이다체크가되기때문에정말그사람이시선이많은청중들한테이렇게마음심금울릴정도의시선어떤처리가되고있는지그부분도예아주명확하게보게됩니다그리고비언어적인요소를효과적으로잘활용하고있는가이부분을표현력점수로해서40점만점으로채점을합니다두번째는이세이가쿠나니혼고얼마나정확한일본어를사용하는가를40점으로보는데그내용에는일단문법적인게맞는가그다음어휘선택그다음발음은정확한가자이런부분들로서이게정확하면서도자연스러운일본어를표현하는가부분으로서세이가쿠나니혼고이걸40점으로채점하게됩니다그다음에나머지20점에대한내용은청중의관심을끄는스피치의내용이면서도듣는사람을감동시킨다든지의욕을더이렇게불러일으킨다든지어떤능동적인어떤힘이있는가이런느낌으로서내용을보게됩니다그리고내용이어떤부분에나왔는가에대해서확실하게하고정보도좀정확할필요가있나자그런부분으로서내용을20점근데그전에아까말씀드린대로시간제한에대한것들은여러분들이잘엄수를해주시면좋겠습니다자이렇게해서100점만점으로해서네분의교수님들이100점을다채점하기때문에400점만점이돼서그중에고득점을해서쭉점수를매기게됩니다그리고오늘아예그상에대한것들이다발표가시상식까지있게됩니다시상은요번에는그냥다섯분만하게됩니다대상부터인기상까지이루어질것같습니다인기상은말씀드리지만은점수하고는사실상관이없습니다얼마나청중들한테많은인기를얻었는가하는부분으로서인기상은되고대상최우수상우수상장려상은점수의차이로서이루어진다이렇게말씀드릴수있을것같습니다자여러분들열심히잘해주시면좋겠습니다이상입니다네감사드립니다자그러면이제본격적으로이제스피치대회에들어가도록하겠는데요스피치대회순서는요지금맨처음에저희강민지하고님의스피치가있겠고요그다음에이제김설빈하고님그리고김혜진하고님박채연하고님배주영하고님유승권하고님이전반부에스피치를해주시기시기로하게되었습니다그리고그이후에이제약간5분정도이제쉬고요그다음에이제스피치이제후반부를시작하는데후반부는이경아하고님이은지하고님이철규하고님이혜진하고님임경진하고님장예나하고님최영목하고님순서로진행되도록하겠습니다자그러면이제본격적으로시작해볼까하는데요자지금예화면에나와있듯이예이강민지하고님일본학부강민지하고님께서이제발표해주시겠는데요예제목은日本語のイントネーションの重要性라고하는제목의스피치입니다。準備되셨나요？예。
아, 저 질문이 있는데요. 그 5분 시간 내에 그 교수님께서 추가로 질문하시는 거 답하는 시간 포함인가요? 아닙니다. 그거 지금 말씀드리려고 했는데요. 스피치가 이제 끝나시면 이제 하진호 교수님하고 산사 교수님이 이제 교대로 해가지고 뭐 코멘트나 또 간단한 질문 같은 거 주실 예정으로 있습니다. 예, 그럼 이제 준비 잘 되셨나요? 잠시만요. 화면 공유를 그럼 할게요. 예, 제가 공유 중지하겠습니다. 네, 그러면 시작하면 될까요? 예. 아, それでは 스피치를 始めさせていただきます. よろしくお願いします. 日本語を勉強している皆さん、皆さんは日本語の勉強において、日本語のイントネーションがどれだけ重要だと思いますか？私は日本語のイントネーションの重要性を悟ったきっかけがありました。ある日本人の友達から、何食べたの？という質問に、カレー食べたよと答えたことがあります。一見、簡単で単純な会話に見えますよね。しかし、その友達はカレーではなく、魚のカレーと聞いて、私に魚と言いました。私は、なんで急に魚？と思い、その友達がカレーを知らないのかな？と思っちゃいました。私はその日初めて、日本語のイントネーションが誤解を招いたことに気づき、かなりショックを受けました。日本語のイントネーションに関する面白い例文を持ってきました。夢の話なんですが、皆さん聞きながら想像してみてください。すごく変な夢を見ました。朝起きたら雨が降ってて、それで佐藤と一緒にあそこの橋のところへ行ったんですが、橋が急に白になって、佐藤は紙になって、私は紙になりました。いかがですか？皆さんちゃんと想像つきましたか？私は日本語の勉強において、日本語のイントネーションが最優先だとは思いません。私は高校生の時から日本語を勉強していますが、日本語のイントネーションの存在に気づいたのは2020年頃で、今まで日本人との会話の中で特に問題を感じたことがなかったからです。しかし、日本語をもっと深く理解するためには、日本語のイントネーションの勉強は必須だと思います。私の場合、日本語のイントネーションの存在を知っただけでも、日本語を聞いて話すとき、もっと注意を払うようになったことで、自分のイントネーションが前より自然になれたと思います。私と私の周りの人たちを見ると、日本語のイントネーションの存在を知ってから、日本語の勉強を始める人はほとんどいないと思いますが、皆さんはこれをきっかけに、日本語のイントネーションを勉強してみるのはいかがですか？以上です。私のスピーチを聞いてくださってありがとうございました。네, 스피치 잘 들었습니다. 여기 강민지 학우님의 스피치에 대해서 하치노 토모카 교수님께서 간단한 질문 및 코멘트 해주시도록 하겠습니다. 네, 강민지 상. 네. 네.一番初めに、一番最初に発表してね、ものすごく緊張しましたね。そうですね。これね、カナダラ順でね、もうどうしようもなかったというね、カーン・ミンジですからね、ということで、日本語のイントネーションの重要性といってね、本当に日本語をね、小さい、さっき写真見たらもう幼い時から、小学生ぐらいから日本語を勉強していた感じですよね。いや質問が3つぐらいあるんですけど、はい、まあ、すごく
日本語のイントネーション重要性ということで、日本語を学ぶ学生の立場から見たときに、いい題材だったと思います。じゃあ、ミンジさんは、イントネーションを、日本語のイントネーションを、上手に、スムーズにするために、どういった努力をしているんですかというのが一つ目の質問で、あ、じゃあ、二つね。もう一つは、日本語のイントネーションと韓国語のイントネーションの違いがもしあるとしたらどういうことですかというのが2つ目です。お願いします。はい。あ、2つですか？はい。3つだと。あ、2つにしました。あ、はい。はい。わかりました。はい。日本語のイントネーションの勉強をするために、最初に私はやったのは、この学校で日本語の発音の練習の授業を聞いてから、もし気になる単語とか、あ、これ私のイントネーション合ってるのかなと思うときに、その時調べるようにしています。そして日本語を聞いて、例えば短い単語とか文章なら真似することができて、でも長くなるほど難しく感じちゃうので。短い文章から始めて少しずつ長くするように練習しています。そして2つ目は日本語と韓国語のイントネーションの違いは、正直私は日本語のイントネーションを知った後にも韓国語にイントネーションがあるって全く知りませんでした。それででも韓国語を勉強している友達を会ってから知ったんですけど、多分これ私はネイティブだからそう思うかのかもしれないんですけど、なんか日本語より韓国のイントネーションの方がなんかあやこしいっていうか、もっと細かく気にしなければならないのかなと思ったのがなぜかというと、韓国語のイントネーションを教える動画を見たことがあって、それを見て、でも日本語の方がルールっていうか、その規則が詳しくよくできてるなってなんとなく思ったので、でも私正直韓国のイントネーションはそこまで詳しくないので、そっちの方はすみません。はい、以上です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ね、マミンザルにいるね、スピーチ수고하셨습니다. 자, 그럼 그 다음 스피치로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그 다음 스피치는요, 일본학부 김설빈 학우님의 니혼노 데이샤노 오모이데. 이쪽, 이쪽은 뭔가 3분 ぐらい 되었네. 응. 지분도 見てる, 私が. 예, 다시 하겠습니다. 예, 김설빈 학우님의 니혼노 데이샤노 오모이데라고 하는 제목의 스피치를 예, 해주도록 하겠습니다. 예. 화면 공유해도 괜찮을까요? 예? 화면 공유해도 괜찮을까요? 네, 알겠습니다. 네, 잠시만요. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 皆さんおはようございます。第12回日本語スピーチコンテストに参加いたしましたキムソルビンと申します。よろしくお願いします。今回のコンテストでは2018年8月日本へウォーキングホリデーで初めて経験した日本の電車の経験を話したいと思います。私は東京都の調布市にあるつつじが丘という場所で住んでました。そこから新宿まで行く京葉線の電車に乗って定期券を購入して観光もするために朝に出ようというプランを立てました。そこから私は朝から行く自分のことをとっても後悔しています。急行電車の区間であった私の駅は多くの人で賑やかになるので、できる限りその車両の真ん中へ乗り込むようになりました。電車の入り口で
漢字に人が入るために、復習の乗務員さんたちが、押しますと叫びながら、電車の入り口にいる人たちを押して、電車の入り口が閉まって出発したら、私は新宿で到着するその20分間、文句の叫びのようにまっすぐに立っていられないジグザグの状態で体を丸めたまま乗りました。新宿に到着した私にはまた新たな危機を直面することになりました。人間の波に飲まれ、ある改札口にカートを押して出て行きました。しかし、世界一多くの出口を有する新宿駅で、私は確かさっき改札口から出たのに、目の前にもう一つの改札口があって、出口を探すのに約1時間も迷いました。結局私は電気券を買うという目的を忘れて、早く家に帰るためにまた来た道を引き返して電車に乗って帰りながら、絶対に新宿でバイトしないという誓いとともに帰ってきました。でも結局私はほぼ1年間、新宿にある喫茶店で働くことになり、オープン組だったので、毎朝私は体を丸めたままで出勤しながら過ごしました。私が日本に来て初めて感じたこの行列の電車の経験は、私が韓国に帰国する前日まで続いたのです。もし皆さんが東京の新宿に行くことになったら、朝の出勤時間に行かず、ぜひ昼の時間や午後に出発して、ゆったりで楽しい観光とグルメ旅行を楽しんでください。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。以上です。예발표예수고하셨습니다예이電車이얘기가나왔는데요어지금처음에예뒤치지가오카라는역이나와서어설마내가알던곳자고나네요제가예저도이제예전에일본에이제유학을갔을때뭐살다가이제거의끝날갈때쯤에이제잠깐살려고살았던동네가에서예전철을타면예전철역이이제찌찌찌가옥가여서예저도그역에대해서잘알고있습니다예자예그러면이제이발표에대해서이제사사히로코교수님께서예간단한코멘트및질문이있겠습니다ソルビンさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ですね、日本の電車の思い出ということで、大変なラッシュアワーを経験したということでしたが、韓国ではあんまりラッシュアワーを経験したことはないですか？私はクァンジュっていう地域に住んでいますけれども、クァンジュっていうのは一番南の方のクァンジュなんです。うん、そこは地下鉄が一つの線しかないので、そんなに混んでないので、初めてそんなに人がいっぱいいると思わないし、出口がいろんなところにあるとは思わなかったんです。それじゃあかなり驚いたという感じなんですね。いや、乗り込んだことがなくて、JR のエリアに行く改札口にカードを押して出ていたら、多分東口に出る予定だったんですけど、改札口がもう一つがあって、横も改札口があって、後ろにも改札口があって、どこに行けばよく分からなくて、乗務員さんたちに助けを求めたんですけれども、みんなバラバラに教えてくれて、そこに1時間迷いながら、ほぼ5000円ぐらいの交通費が結構かかってなんでそんなにかかっちゃったんですか？JR のエリアから小田急線に行って、また別の会社の改札口に入ったらまたお金がかかって、それの乗り換える
こう1時間を迷ったらそのお金がかかりちゃって、それはすごいです、大変でしたそれは、ね、確かに日本の電車の思い出を話したくない、なる理由も分かりました。なんで話題がこれを見て、あ、これにした方が一番いいんじゃないかな。あ、そうか、それで分かりました。はい、はい、これからは5000円かからないように1回で出られるといいですね。日本の300円ぐらいで出られるといいです。はい、分かりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、発表終わりですが、たださん、準備に感謝です。참고로뭐이아까지금전철을한역에서여러군데다닌다가이제전철비용이엄청나게들었다고하셨는데그신주쿠역같은경우도그전철그입구를보면그연결가능한데가있어요거기로해서지나가시면 돈이안됩니다근데그게조금색깔이다르게표시가되어있는데그걸잘이용하시면 그런헛되이돈이낭비되는게없을것같습니다공사하고있어서안돼있었어요 네자그러면이제그다음순서로넘어가도록하겠습니다근데여러분께서예또그5분넘는거에좀부담이있으셔서그런지조금되게안정적으로 시간안에끝내시려고좀적게하시는것같습니다약간근데예그래도5분안에이제충분히하실수있을만한양을이제많이하시는게좀좋을것같은데요 예, 그래도뭐시간은뭐구체적인거니까요 예, 뭐여러분준비하신거잘하시기바라고요자그다음으로넘어가도록하겠습니다예그다음은요예일본어학부이제김혜진학우님의예와타시노다이세치난니혼데아따오바아오바산이오바산이오바산타치라고하는제목의스피치를하도록하겠습니다김혜진학우님준비되셨나요네근데제가처음에만날때는이분들이오바상이셨는데지금오바상이 되셔서조금네그부분을좀참고하셨으면해서말씀드립니다네아예자그럼뭐별도화면같은거없이하시는건가요네예알겠습니다그럼제가공을끌테니까이제시작해주시도록하겠습니다、네、こんにちは日本語学部の김혜진と申します。皆さん、私たちは人生を生きていくと、さまざまな人と出会って交流しながら生きています。本日は、私が偶然出会ったおばあさんたちとのつながりで、私の視野がもっと広くなって、豊かな人生を生きていくと思ったことをご紹介いたします。今から約10年前、初一人旅の飛行機の中で出会った二方は、徒歩新規のシアズンスの大ファンで、5年間韓国語を勉強されてきた方だったのでした。しかし、2人のおばさんは先生以外の韓国人との会話が初めてなので、そこから私たちのお話が始まりました。お互いに連絡先を交換した後、数年後、私はワーキングホリデーをするために不安のありつつワクワクしながら大阪へ向かいました。お二人は私を温かく迎えてくださって、暑い日々の中から私の初一人暮らしが始まりました。おばあさんたちとの出会いが増えて、お互いに話す機会も多くなりました。対話中におばさんが、ヘジンちゃんは私たちの友達だろうという姿を見ると、私はその時気づいたことがあります。それはよく考えてみると、韓国のおじいさん、おばあさんたちとの接する時には、女芸関係の対話をするしたことが多かったんですが、大阪に来て、いつも二方は私の連絡と関係なく
友達のように接してくれたことを気づきました。それともう一つは、おばさんたちは暮れになっても生き生き仕事したり、若い時に仕事した楽しみをまた感じたいと話す姿を見ると、今は100歳時代なので、日本でおばさんたちのように老後も楽しく趣味や仕事をしながら生きていきたいと感じました。大阪の二方は趣味で韓国の好きな芸能人と話したくて韓国語や英語を習んだり、その好きな人が出演するミュージカルに何度も行ったり、おいしなものをたくさん食べに行ったりしました。それとビーズを並んだりハンドメイド作品を作る姿は、年齢は数字に過ぎた人生を生きていく言葉そのままでした。韓国では日本よりもっと早めに引退して、老後生活は自然がある場所で静かに暮らすことが多い生活だと思いました。そして私もこれから年齢は考えず、自分自身が好きなことをしながら生きていきたいと感じました。それで私はいろいろなことを学びたくなり、再び日本語をより深く知るためにサイバー大学にも入学しました。以前から人の役に立つ人になりたいと思って、죄송합니다。전화가와서。네、죄송합니다。で、これからは看護師を目指したいと思って、次のスタッフを進んでいます。私の大切な日本で出会ったおばさんたちとの楽しい思い出は、私の人生で宝になって、大阪は私の心での第二ふるさとになりました。今はコロナのせいで会えないですが、来年は3人でまたすき焼きを食べたり、お茶を飲みながら一日話したいです。皆さん、これからの人生の中で会う人たちとの楽しく幸せな人生を生きていくと願いながら、日本語勉強も頑張りましょう。本日の私の発表を聞いてくださって本当にありがとうございました。예, 예, 수고하셨습니다。김진아군님의스피치에대해서예하츠노토모가교수님께서예간단한예질문을듣겠습니다。はい、김혜진さん、お疲れ様でした。ね、大阪のおばさんなのかおばあさんなのか途中でおばさんになったりおばあさんになったりね、まあ、女性ですから、まあ、年齢不詳な方がまあこうちょっといいですけどね、とにかくミーハーな大阪のおばちゃん2人と出会った時の話ということで、すごくこのね肯定的な、なんだろう、こうポジティブな影響を受けたんだというお話で、すごく私も楽しくなりました。大体何かこう会わなくても大体まあこうだろうなっていうね、おばちゃんのこのなんかこう想像もできましたしでですね、まあ好きなことをしてるとね、あの韓国のその芸能人を見て、韓国語も学んだり英語を学んだりとね、もうパワフルなおばさんなのか、まあおばあさんなのかね、2人ですけれども、まあ、そのお二人を見て、キミヘジンさんは、まあ、自分も老後にこの好きなことをやっていきたいと、まあ、そういった感想を持ったということですが、それで結局看護師になるというねすごくなんかこうキミヘジンさんのこの誠実で真面目な性格が現れた内容だったなと思うんですけれども、どうしてあの好きなことって言ったら普通もっとなんだろう、私としたらなんかこう楽なね、ちょっと 島にでも行って暖かい国でちょっとね、この楽に暮らそうかなと思うんですけど、なぜ看護師になろうと思ったのか、まあ、それをちょっと聞きたいと思います。あ、ちょっと長めになるかもしれないですけど。あ、そうですか、じゃあ短く、
おばさんがなんか、ね、若いも時になんか仕事をしたと話す時に、もともとなんか60歳以上まで仕事したと、なんかその笑顔が私もなんかあの笑顔で私も長く仕事したいと思って、どの職業が長くにできるかと思ったらなんか看護師でした。それとなんか人のために役に立つのも合ってるし、はい、だからそれと日本で働いたいので看護師になると思いました。そうですか、頑張ってください、応援します。ありがとうございます。김혜진하수님수고하셨습니다자그다음으로이제넘어오도록하겠습니다네번째로스피치를해주실분은요일본학부박채연학부님입니다스피치제목은요비밀지스포트から見つけた宝物라고하는제목이되겠습니다예준비되셨나요네환영공유하는거는아직따로없고그보실때제그배경화면을잘봐주시면감사할것같습니다예네하지마스皆さんの記憶に一番残っている日本の旅行先はどこですか。私は最も心の記憶に残っている旅先での大切な思い出を語りたいと思います。その思い出は私の最初の旅行計画から外れた瞬間訪れました。その場所は4年前訪れた冬の静岡です。もともとは冬だからこそ訪れようとした北海道への夢があまりにも多い雪で飛行機が飛べないまま共に消えてしまいました。歪んだ旅への計画で心の焦りが募っていたその時、ふと静岡のことが頭の中で浮かんできました。なぜなのかは分かりませんが、運命のようにそのまま旅先を静岡に変更しました。一変、冬とは全然関係なさそうな場所での旅行とはどんなところなのか気になりませんか。こうして何の計画もない私の静岡旅行が始まりました。東京から車で3時間走ると出会える静岡は、どんな街を歩いてもすぐに雪の積もった日本で一番高い山である富士山に会える場所です。それに少し駅を離れると名前通り静かで、繁華街とはまた違う雰囲気を出します。正直静岡の見どころってあまりないかもしれません。しかし賑やかなところより静かなところが好きな私にとって、静岡はぴったりな旅行スポットでした。なのでわざと静岡にある沼津の内浦というさらに田舎っぽいところに行ってみました。着いた頃はもう夕べで日は迫り暗くなってきました。そこで波の音を聞きながら歩いていると、なぜか時間がゆっくり流れるみたいで、毎日を追われるかのように走り続けてきた私を癒してくれるような気がしました。そしてさらに暗くなる前に、沼津から少し離れている名前は今では覚えてないとある旅館に向かいました。温泉は少し小さいけど運が良かったのだろうか、洗い終わったとしかなく私一人だけになりました。温かいお湯はいろんなところを歩いてきた私の疲れきった体を温かく貸してくれました。もちろん旅行の締めとしてお風呂後牛乳を飲んでみたかったのですが、瓶入り牛乳は売ってませんでした。飲めなかったものの、なぜか自分なりに満足できる旅行になりました。実はこの知られてない旅行先での思い出で、私は大切なことを学ぶことができました。一般的に旅行といえば情報が多く、コースの決まった有名の場所に行くことが楽かもしれません。しかしあまり知られてないところや行ったことがない場所を旅行しながら迷った道も青かもしれないけど、
その事態を楽しんだりすることもあります。そうやって経験したすべてが新しい良好コースとして生まれ、自分だけのとっておきのスポットを発見したことを気づいた瞬間、胸が震えるほどの感情が湧いてきます。これは人生と同じで、人生という旅行で、どこかいつもの道とは違う場所にたどり着いたり、迷い道に入るかもしれません。しかし、一応人通り歩き、自分だけの良好コースを作り上げたときには、何者にも変えることのできない大切な宝物に会えることに気づきました。なので、人生の大切な宝物が見つからなかったとき、知っている場所から少しだけ目をそらしてみるのはいかがですか？どこでもいいです。住んでいるところの周りでも、浜辺でも、小さい公園でもいいです。私も今の状況が少し落ち着いたら、またそこでしか会えない一人だけの景色を味わって、自分だけの隠された宝物をまた見つけに行きたいです。ぜひ皆さんも自分だけのスポットで宝物を作ってみてください。ご清聴ありがとうございました。예, 박찬하고님, 예, 수고하셨습니다. 예, 저는 뒷배 경보라고 해가지고, 뒤에 요시노야하고 마츠야가 보여서, 아, 교동 하나씩, 교동님 말씀하신 줄 알았습니다. 예, 농담이었고요. 예. 자, 이제 박찬하고님의, 예, 스피치에 대해서, 예, 사사, 히로코 교수님께서, 예, 간단한, 예, 말씀 드리겠습니다. 하이. 예, 毎回 스피치 콘테스트の 常連さんですけれども、はい、今回は静岡の話ということで、はい、静岡いいですよね。はい、静かですごく私には個人的には結構気になったところです。静岡にその何ですか、静岡にはあんまり韓国の人そんなにたくさんは行かないような気もしますけど、どうですか、行きますか皆さん。いや、あんまり行かないかもしれないんですけど、うん、確かになんか東京から結構離れていて、うん、なんか田舎っぽいから、うん、あまり有名なものは全然というか、あまり知られてないものが、うん、富士山以外にあんまりこう ね、あれですよね、うん、はい、まあ、富士山になんか登山とかする人はいるかもしれませんけど、うんうん、なんかその周りを回してるとかはあまりしないかなと思いました。それで私が行った時にもなんか韓国と私しかないような、はい、その気もしました。そうですね、はい、ぜひ静岡の広報大使として頑張ってください、うん、静岡ね本当にいいところですよね。ちょっとまあ、はい、あれですね、東京からちょっと離れてるからわざわざ、ね、はい、静岡に行くっていうのがやっぱりきっと旅行に行く時はねあんまり選択肢にならないのかもしれないですがね、本当にこうチアンさんが言ったようにこれぐらい大きいね富士山がずっと見えるのはすごい、はい、びっくりするしますよねきっとね。はい、私の場合はなんか登山とか、 なんか山の上はあまり好きじゃないんですけど、うんうん、どんなところを歩いてもこういうように、うん、私実際に撮った写真なんですけど、うん、あこういうみたいこんなみたいに私が目の前に富士山が見えるってことは、うん、あ本当にすごいね、すごい大きい大きさだなとね、ついて富士山がずっとついてくるみたいなね、うん、はい、なんか飛行機で降りる前にもなんか結構一番高いところだから、ね、飛行機に降りる前にもなんか到着する時にも会えるんですけど、それとはまた違う雰囲気があった質というか、うん、はい、うんうん、いつか富士山も登れるといいですがいや、あんまり登らないです見るだけでもいいっていうか見るだけでもいいですね、はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、박찬하군님、ね、どうですみだ。では、그다음순서로넘어가도록하겠습니다。다음은요、ね、日本학부배주영하군님이에요스피치가되겠는데요스피치제목은日本の節分이라고하는제목이되겠습니다、네、준비되셨나요네배주영님예はじめまして日本語学部の3年生배주영と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今から日本の節分について発表します。2020年2月3日東寺教頭で現地研修をしていた私は、あの日日本の節分の文化について初めて知りました。節分は各季節の始まりの日の前日のことで、江戸時代以降は毎年2月3日頃の前日を指すと言われます。日本人の先生から今日は日本の節分なので授業が終わった後にお寺や神社に行けばお祭りが楽しめると言われました。その日ちょうど嵐山に行こうと思っていたので近くにある天龍寺というお寺に行きました。この写真が天龍寺で行われていた節分祭の写真です。私はここで甘酒も飲んで豆まきを楽しみました。豆まきは季節の変わり目には邪気が生じると考えられて、その邪気を追い払う行事です。平安時代に宮中で行われていた追儺という鬼払いの儀式が広まったものだと言われています。豆まきをするときに鬼が嫌がる豆をまきながら、鬼は外、福は内と掛け声をかけますが、なぜ豆なのかというと、穀物には邪気を払う力があると考えられることもあって、鬼の目に投げつけて鬼を滅するという意味の豆という漢字が当てられることもあるので豆をまくそうです。その時私もたくさんの人々の中で豆をもらいました。そして1年間無事に過ごせるように乗って自分の年より1個多い数の豆を食べますが、これを年取り豆と言います。私も寮に戻って1人で豆を数えながら食べたことが思い出されます。その日はスーパーで韓国のキンパに似た食べ物を見ましたが、節分に食べる恵方巻きでした。恵方巻きは江戸時代から明治時代に始まったと言われています。商売繁盛や節分をお祝いすることが恵方巻きを食べる目的であり、芸者や商人たちが食べていたようです。名前も恵方巻きという名前ではなく、丸かぶり寿司や大巻き寿司と呼ばれることが多かったようですが、1989年に某コンビニエンスストアが広島県で恵方巻きと名前をつけ販売を始めたというのが今日の呼び名の由来とされています。この恵方巻きを食べるときに注意しなければならないことがあります。まず1番目、今年の運がいい方向に向かって食べることです。その方向に向かって食べるのが吉だと言われています。2番目、切らない恵方巻きを一人で食べることです。縁が切れたり服は切れたりすることもあるので包丁で切ってはいけないそうです。3番目、話をしないで食べることです。食べながら話をすると運が逃げるからです。これ以外にも目をつぶって食べたり笑いながら食べたりする地域もあるそうです。私はその時恵方巻きを食べていませんが、今度また機会があればぜひ食べてみたいです。節分は私が日本で初めて楽しんだお祭りで、たくさんの日本人と一緒に楽しむことができて本当に楽しかったです。もし日本の文化に興味がある人がいたら、日本の節分についてぜひ教えたいと思っています。それではこれで発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。네, 배지영학원님 네, 발표 네. 수고하셨습니다감사합니다 네, 하진호토목화교수님께서 네, 간단한 네, 코멘트및질문을듣습니다はい、ペーチュヨンさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、普通ね、日本語を学ぶ、日本に何かこう関心を持つといったら、日本のドラマだったりね、アニメだったり、J-POP だったりしますけれども、まさか節分、ね、
若いのに節分に関心を持って節分についてすごくまあ由来とか歴史とかね詳しく調べてすごいなと感心しました。それでですね、鬼は外福は内って、私も小さい時からねお父さんあの鬼の格好をしてあのめちゃくちゃあの豆をぶつけるっていうのをね2月にやってましたけれどもまさかそれはねやっぱ韓国のその何人たち来て日本のその塾とかではやらないんですよね、そういうことはねですよね、まあ日本の伝統はまあそこで家族の中でお父さんがあの鬼になるとそしてお父さんに豆をぶつけるっていうのがねあの一つの伝統でございましてもうこれはあの伝統なのでしょうがないというね幼稚園だとあの幼稚園 の, あの園長先生がまた鬼になってくれて幼稚園に全員でぶつけるというねまあそういう楽しい伝統なんですけどね、そうです韓国にもね広まったらいいですよね、お父さん鬼に変身してみんなで豆ぶつけるっていうね、はい、そうですか。特にじゃあなんか節分に関心を持った何かあのきっかけというかな、な普通他ねあの J-POP だのドラマだのに関心を持つ時期になぜ節分にそこまで関心を持ったのか、それをちょっと最後に聞きたいと思います。はい、あ私は、京都で1ヶ月間現地研修をしていましたが、その時、日本人の先生から今日は日本の節分なので、いろいろな話を聞いてもらいました。そして、お寺や神社に行けば、お祭りが楽しめると言われまして、その時一人で行ってみようかなと思って天龍寺というお寺に行って、実際に節分の時何をしているのかちょっと気になって天龍寺に行って、いろんなことを見て経験しました。はい、はい、そうですか、いい思い出でしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫なのに素晴らしいです。なんだ、예じゃあ어느덧예뭐시작한지얼마안된것같은데벌써이제전반부이제1부의이제마지막순서가되겠는데요예1부의마지막순서를장식해줄분은예일본어학부의유승권학우님이되겠습니다예스피치제목은요니혼노친타이시스템라고하는제목의스피치가되겠습니다자그럼잘부탁드리겠습니다皆さん寒い中いかがお過ごしでしょうか。今日は日本の賃貸システムに関してお話ししようと思っております。日本人も部屋を借りるのは一緒なんですけれども、特に外国人が日本に入国したらまず住まいのご用意が必要になりますね。日本の賃貸システムはまず礼金、敷金、前家賃、手数料などが必要になりますね。でもその前に日本に入国したらまず滞在資格を習得した、あとは必ず外国人登録を行いましょう。市役所、区役所で登録をしてからお部屋を探しましょう。それを不動産でお部屋を探しようとしたら外国人はダメというところも結構あるそうですね。で、お部屋を探す際は敷金、礼金、前家賃などが必要になりますけれども、それを不動産屋の間取りの図面と一緒に数字で表したり、口頭でも数字で話したりします。例えば331とか221とかで言いますが、この一番前の数字が礼金、その次が敷金、あと最後に手数料に示します。1ヶ月分の
家賃が例えば8万円でしたら、2に1の部屋に入居しようとすれば、合計6ヶ月分の家賃がいります。そうすると48万円のお金がいります。家賃は前家賃で当たり前のことで、2に1の場合もプラス1ヶ月分で精算します。その中で礼金のことなんですが、この礼金というのは、外国人は初めて経験するケースが多く、納得いかない場合もあるそうですね。で、礼金は何でしょうかという方も大勢いらっしゃるので、これは日本の古くからの賃貸システムの一部となって、誰も違和感感じないようになってますが、外国人として礼金としては何でしょうかと思う方もいらっしゃるようです。特に韓国から見ると、補助金というのは、敷金で当てはまるので、補助金の代わりに礼金も払うのに、敷金も払うのに、なんで礼金まで払うのでしょうかという方も大勢いらっしゃるようですね。そこで最近は礼金はゼロのお部屋もあり、また手数料も 0.5 ヶ月分の部屋も増える一方でありますが、この礼金、敷金、手数料のシステムは日本のシステムとしてもう定着されたようです。次は契約の時なんですけれども、契約書はこまめにチェックしましょう。契約書を見ると壁に釘をするとか、落書きがダメ、マスキングテープもダメという部屋も結構あるようですので、この契約書は最後まできちんと読んで、済むようにしましょう。それからいずれ契約期間が終わったら、その部屋を出るようになりますが、その部屋を出る際に清算しなければなりませんけれども、その敷金から部屋のお掃除代とか襖の取り替え代とかなどを敷金から差し引いてから残りの金額が渡されるのです。そうすれば、外国人として学生医療とか社員寮とかで住むような方々はすごく恵まれた環境になりますね。引っ越す時にも大家さんとか隣同士の皆さんに軽くおせんべい挨拶というのを行ってください。これは必ず必須ではないけれども、引っ越し親さんと仲良くしたり、隣同士に対する挨拶なので、そんな高くないもので軽く気持ちを表すればいいと思います。生産システムとかきちんと不動産屋にして部屋を出ますように話した方がいいと思います。まあ、簡単ながら日本の賃貸システムに関してお話していきました。以上、スピーチを終わります。ご清聴ありがとうございました。예, 잘 들었습니다. 많이 네. 떨렸습니다. 잘 들었습니다. 여기 아무래도 일본 시스템, 임대 시스템이라고 하는 게 참 그 일본에 대한 지식 없이 겪으면 참 예, 당황스러운 게 많은데, 아까도 이제 레킹 말씀해 주셨지만 집주인한테 뭐 감사의 인사로 드린다고 하는데 예, 납득이 많이 안 가죠. 많이 합리화됐다고 하지만 예, 뭐 최근에 다시 또 뭐 늘어나고 있는 것 같더라고요. 예.
자, 그럼 이제 이 유승권 학우님의 이제 스피치에 대해서 서사여고 교수님의 예, 간단한 스피치 저기 코멘트 이제 질문이 있겠습니다. 하이, 유승권 さん, お疲れ様でした。どうもありがとうございます。なんで今回その賃貸システムについて、話そうと思ったんですかね。日本に行って韓国に戻ってきた留学とか元社員たちがこう飲みながら話したのが露骨場とか払って部屋を入って他人の家賃滞納もなかったのに生産して残りが3万円でしたよとかいう話で、あと3万はいい方だよ、僕はもう何千円しかもらってないとか、ある人は結構ほとんど返してもらったよという方もいましたので、ちょっとそれを外国人として日本のその賃貸システムに関してちょっと知るべきことじゃないかなと思いました。確かに、でも戻ってこないから結構最近問題にはなってるみたいですけどね。なんかこう、はい、それで結構年金がゼロだとかも出てるようですけれども、確かに、まあなんか結構文句言ったらまた戻ってお金が戻ってくるとかね、そういう話もあるらしいですね。そうなんですか？いや日本の人でも多分知らないで、もちろん外国の人だと余計知らないから大変な部分だと思うんですけど、日本の人でもちょっと被害に遭うような人もいたりするという話はあるので、だから会ってないような、まあ、法律とかではないから、そうなんですね、ルールだから勝手にこういくらでも大家さんが決めちゃったりとか、管理会社が決めちゃったりとか、そういう悪い人に捕まっちゃったらね、そういうふうにお金が戻ってこなかったとか、そういうのになっちゃうのね、ちょっとあれですよね。あと発表スピーチ内容に入ってないんですけれども、韓国人としては迷信なんですけれども、部屋を出るときに掃除したら縁起悪いと言うんですけども、日本はお掃除代とか骨盤取り替えないとか結構取るんじゃないですか、親さんが。でそれが韓国人はほとんど理解ができないみたいです、それが。でも最近は韓国でもお掃除代を出して出てく人もいるみたいですよ。そういうのもあるみたいなんで、だんだんそこら辺はなんかね、似て、お金を取りたい人はどっちの国もいるみたいですね。はい、わかりました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。예, 수고하셨습니다. 자, 이로써 이제 전반부 이제 1부가 종료가 되었는데요. 지금 시간이 예, 5시 지금 8분 이제 9분이 돼 가는데요. 저기 잠깐 쉬고 하도록 하겠습니다. 그래서 지금 한 5분 정도인데요. 저기 5시 15분에 예. 2부를 재개하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 예. 表現力があるというか、何の音でしょうかね。すごくすごいなと感心しました。で、その本当の意味の交流ということで、まあ、そういうね、そのちょっとした些細な出来事からその確信を攻めていく、そのなんかこう文章力というんですか、それを見てもしかしてイ・ギョンハさんはどんなお仕事をしてるのかなっていうのが気になったんですけど、もし言える範囲で、教えてください。今は普通の会社員なんですけど、大学で映画の演出を勉強していて、実は脚本をずっと書いてました。そうですか。まだ夢見てます。そうですか。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。
예. 이경원님, 네, 수고하셨습니다. 그 다음 순서로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 스피치 해주실 분은요, 일본학부 이은지 학우님이 되겠습니다. 스피치 제목은요, 문과탐보의 오모이데가 되겠습니다. 그럼 스피치 부탁드리도록 하겠습니다. 이은지 학우님. 네, 네. 지금 화면 공유 좀 할게요. 시작하겠습니다. こんにちは. 日本語学部のイ・ウンジと申します. 学校生活の中で皆さんはどんな思い出が残っていますか? 私は文化田んぼの思い出が一番記憶に残っています. 2年前、 2020年 文化田んぼのことを知って学部から山形に訪問したのはおそらく1月の冬でした. 一人で日本に旅行した時が 2017年夏までしたので、久しぶりの旅をたくさんの学友の方々と一緒に行くのでドキドキしました。航空整中時へと高所居留所がありますので、飛行機に乗るとき少し大変でした。着陸後はめまいと頭痛がありました。飛行機に乗る前に薬、頭痛の薬を飲んだんで悪くなかったです。 宮城県の仙台空港に到着して約2時間ほど山形にあるホテルに到着しました。ルームメイトアポナです。ホテルでチェックインをするとき割り当たられた客室が高層なので低層に変わりました。夜ウヨンと行ったたくさん話をする中で、 私や友達と旅行も初めてだし、学校の辛かった疑惑が染まったようにすれ違って涙が出てしまいました。翌日、東京文教大学で連絡している花と会いました。有名な和菓子屋の先生が切ってくださって、自分で桃色のペンギンの形をしている和菓子を作っていました。 自分で作った和菓子を持って、日本式の茶道を学びました。高校2年生時の部活が茶道部でした。その時には韓国式の茶道を学びましたが、日本式の茶道初めてなので新鮮でした。もちろんお茶はおいしかです。その時、 同校文教大学で歓迎してくださったたくさんの方々、心から感謝しております。次の犬、ウヨンと、ポナと、私は古典と花と出会い、これじゃない。旧西成館という昔の現実部位の展示館を観覧した後、近くの 公園に行きました。その時舞子という芸者を会いましたが、すっごく綺麗方です。その時午後2時ぐらい遅い時間に到着したので舞子の公園が
午前中ありましたけども、それを見られなかったのが残念でした。あ、前にその、東京文教大学を行ったとき、その午後に蔵王温泉を花と私とボナと3人で行きましたが、夕方の温泉の風景はすごく綺麗かったです。その時、夕食で豚骨ラーメンを食べましたが、業界醤油味の豚骨ラーメン出したので、すごく美味しかったです。山形での、思い出を持って、すぐ宮城県に行って、ドンキホーテに行ってショッピングしました。オイルは回転寿司で約20皿ぐらい食べましたが、2017年夏の対馬県に行って食べた、対馬に行って食べた回転寿司の値段より安くてびっくりしました。夕食は学位の方々といろんな料理を初めて食べましたが、牛タンはとっても美味しかったです。次の日に韓国に戻りました。長ければ長い、短ければ短い、4泊5日の予定、とっても楽しかったです。今はコロナの影響で、日本旅行はできないですが、いずれまた日本に行きたいです。聞いてくださってありがとうございました。김현장님, 예, 스피치 수고하셨습니다. 현사이구 교수님께서 예, 간단한 코멘트 및 질문 읽도록 하겠습니다. 네, 은지상, ありがとうございました. とても美味しそうな料理もたくさん食べたみたいで良かったですね. 은지さんが次に行きたい日本の旅行先はどこなのかちょっと気になります. どこに行きたいですか？また山形に行ってみたいです。またそのソロマロを行って午前中にあの舞妓の公演を見られなかったのがすっごく残念でしたので、うん、はい、それを見にまた山形に行きたいです。舞妓さんのその、はい、踊りとか、はい、それが演奏とか午前10時半に始まって一時の中でお昼を食べながらいられることって聞きましたが、うん、それを見られなかったのがすごく残念だったし、うん、それに仙台市は 一日だけだったので仙台、はい、宮城県のあちこちいろんなところがあると聞きましたので、うん、それと牛タン以外にその牡蠣が有名だそうなので私、うん、海産物が好きなのでそれを食べに行きたいです。わかりました。はい、じゃあまた仙台の方に遊びに行けるといいですね。仙台、宮城県の方にね。はい、すごく緊張したのでちょっとパラワレになりました。あ、緊張しましたね。はい、いつもより緊張してるように見えました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、スピーチ수고하셨습니다。그다음으로넘어가도록하겠습니다。다음스피치해주실분은요일본어학부이철규하고님이되겠습니다。스피치제목은요미나산노코코로니히비쿠타와난데스카라고하는제목이되겠습니다。자그러면예스피치부탁드리겠습니다。みなさんこんにちは。이철규と申します。よろしくお願いします。外国語の学習方法の中で一番効果が上がるのは歌を歌いながら勉強することだと思います。歌詞を口ずさむことで自然と語彙力が鍛えられるだけでなく歌詞に共感したり感動を覚えるからです。今日は私が日本語を勉強するとき覚えた歌の中から3曲を歌おうと思います。そして歌詞に込められた
思いや感動を皆さんと共有したいと思います。そうは言っても歌は本当に下手です。でも歌詞に私の気持ちを込めて皆さんのために歌います。じゃあ行きます。最初の曲はイルカの名残受けです。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪がこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。甘美なメロディが奏でる別れの寂しさ、悲しさ、切なさなど様々な感情が織りなす男女二人の物語。皆さん、初恋の経験ありますよね。当然あると思います。私も別れを経験したからでしょうか、この歌詞が心に響きました。そして今ではあの時のほろ苦い経験はいい思い出です。2番目の曲はアンジェラーキの手紙です。拝啓この手紙読んで、あなたはどこで何をしているのだろう。中央の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。この歌詞には15歳の私が未来の私に宛てた手紙で自分の悩みを語り相談に乗ってもらおうとする内容が書かれています。思春期の子供たちだけでなく大人も生きていく上で辛いことがきっとあるでしょう。そんな時は自分をそっと抱きしめて励ましましょう。そしてこの曲から前に進む力を手にしてもらえればと思います。3番目の曲は長渕剛の乾杯です。乾杯な君たち、すべての大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ、君に幸せあれ。この曲には厳しい世の中に屈せずに共に喜び合った時間を過ごした友人を思い、大人になった今ではなかなか会えないけれどいつまでも君を応援しているよという気持ちが込められています。人生において友情はとっても貴重なものだと思います。苦しみや悲しみがあっても友の慰めと激励があれば苦難を乗り越えることができると信じています。皆さんにも心に響く歌があると思います。悲しい時や辛い時だけでなく楽しい時にもその歌は励みになっているのではないでしょうか。日本語の歌詞に込められた思いをかみしめながら一歩ずつ前に進みましょう。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。수고하셨습니다. 예, 지금까지 스피치에서 볼 수 없던 새로운 형식이었는데요. 예, 이 스피치에 대해서 예, 하츠노 토모가 교수님의 질문이 간단한 코멘트 있겠습니다. 네, 이철규さん, お疲れ様でした. 歌もお上手ですしね. 予選の時に すごい歌が多かったから1曲ぐらいに絞ったらどうかって言ってたコメントはどうなったんでしょうか。3曲やりたかったと。あったのは、そのまますることがうまく発表できるようにすることだと思って、なるほど、さすが。それはもう一応決定しました。らしく。すいませんでした。はい、いえいえ、いいんです。
まあね、イチョルジュさんが言ったように歌を歌いながら日本語を勉強するとすごく実力がアップするんだというね話でしたけれども、はい、私も本当にイチョルジュさんの歌を聞いてびっくりしました。普段の日本語よりも2倍に上手です歌を歌った方が日本語の発音もいいし、イントネーションもいいし、声もいいしですね。もうこれだったら24時間歌ってていいんじゃないかっていうぐらい歌った方がいいですよ、きっとイチョルギュさんね頑張ります、はい、ということでですね、まあ、3曲聴きましたけれども、もう本当ずっと聴いていたいぐらいすごく上手で、ね、いろんなこの楽しい時でも悲しい時でも、まあ、歌に慰められたり励まされるという話でしたが、じゃあイチョルギュさんは楽しい時に日本の歌で一番よく聴く歌は何ですか？そうですね、まあ、私の場合は乾杯じゃないかと思います。あ、楽しい。なぜかというと乾杯という歌を歌ったり聴いたりした時は胸がいっぱいになることを感じます。で、楽しい時にも、まあ、悲しい時にも辛い時にも乾杯が、うん、いい歌じゃないかと思って、まあ、カラオケにいたら、まあ、必ず一曲します。それはお酒が飲みたいからじゃなくて乾杯の内容がいいということですね。はい、そうですね、まあ、友達だけでなく今勉強している一緒に勉強しているサイバー韓国外国語大学学生たちとのお互い の学友っていうんですか、はい、同等で重要なことだと思います。それで私が卒業した後でも皆さんと、まあ、いつまでも慰めと激励で一緒に過ごしたいと思います。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。で、質問です。다음순서로넘어가도록하겠습니다。다음스피치해주실분은요일본어학부이혜진학우님이되겠습니다。스피치제목은요와타시노니혼고히스토리가되겠습니다。자그러면스피치부탁드리도록하겠습니다。교수님제목소리잘들리세요？예잘들립니다。아네그러면시작하도록하겠습니다。みなさんこんにちは。日本語学部のイヘジンと申します。私は17歳の時初めて日本語に出会いました。厳しい校則のせいで高校の生活に慣れなかった私は学校を辞めようと思っていました。その校則の中で一番理解に苦しんだことは、靴下は必ず白いもので一回折って履くことや、恋愛はもちろん禁止で知られたら減点されることでした。ある日、私はある日こんなことがありました。その日私は体操着である白い T シャツを着ていましたが、灰色の T シャツを着ていま、ごめんなさい、もう一度足しゃぶけよ。皆さんこんにちは。日本語学部のイヘジンと申します。私は17歳の時初めて日本語に出会いました。厳しい校則のせいで高校の生活になれなかった私は学校を辞めようかと思っていました。その校則の中で一番理解に苦しんだことは、靴下は必ず白いもので2回折って履くことや、恋愛はもちろん禁止で知られたら減点されることでした。またあるいは次のような理由で職員室に呼ばれたことがあります。その日私は体操着である白い T シャツを汚してしまったので灰色の T シャツを着ていましたが、それが原因で先生は私の話を聞かずに、君は反抗期なのか、なぜ校則に逆らうのかなどと散々叱りました。このように私は本当に大変な時期を過ごしていました。その時偶然同級生が日本の雑誌を読んでいるところを見つけました。その雑誌を見て、なぜか今は大変でも我慢して卒業後、日本という国に行ってみようかという気持ちがふっと強く湧き上がりました。今思えば日本を逃げ場として考えていたかもしれません。その時から頑張って日本語の勉強を始めました。もともと科目の中で日本語の成績が一番悪かったです。秘密ですが、100点満点中20点でした。もう皆さんに話してしまったので秘密ではないかもしれませんけどね。
けれども休み時間も休まずに1年勉強して日本語能力試験3級に合格しました。私は期待をして日本に語学研修をしたのですが、資金が足りなかったせいで家賃が上がるたびに引っ越しをしたり、食べ物も十分に買えなくて手が震えたりもしました。ちなみに引っ越しをするときは節約のために一人でしました。そのため新しい家を契約するとき、実際住む3日前に契約をして、自転車で1日目は炊飯器を運んで、2日目はテーブルや服の箱を運ぶ形で3日間かかって引っ越しを終えました。このような状況のため日本語学習の限界にもぶつかって、皮肉なことに日本にいても日本から遠ざかっている気がしました。結局韓国に帰ってから日本語と何も関係のない仕事をしました。でも心のどこかが虚しくなる一方で、日本語が懐かしく感じられました。それで再び日本語の勉強をしようと思って、語学で有名なサイバー韓国外国語大学に留学を志願しました。最初は講義だけ聞いて勉強するつもりでしたが、先生とチューターさん、それから同じ学部生たちと一緒にする勉強はだんだん面白く感じられました。授業で学んだことをノートに整理することすら楽しかったです。少し恥ずかしいですが、ノートの一部をお見せいたします。もちろんノートの整理が目的ではありませんでしたが、いつの間にか先生の話を全部記録していました。長い間勉強の面白さを忘れていた私でしたが、先生とチューターさんと掲示板で言葉のやり取りをしたり、私の些細な質問にも優しく答えてくださったおかげで、不足な日本語の実力も補われ、浅くしか知らなかった日本の文化、歴史、外交についても詳しく教わることができました。そしてずっと虚しかった心が満たされましたし、課題をすることで何も変わりのない日常にやりがいができました。私に活気を吹き込んでくださった大学の皆さんに心から深く感謝しています。もう新年が明けました。私はプロテスタント教会に通っていますが、感謝する大学の皆さんが今年も幸せになりますよう、イエス様の名によって お祈りいたします。ご清聴ありがとうございました。スピーチ수고하셨습니다。이혜진님의하구님의이제스피치에대해서사사히로코교수님의코멘트및질문이있겠습니다。혜진さん、日本語学部이혜진さんっていうのが、はい、こっちから見ると反対に見えちゃう。残念でしたね。反対に書いたんですけど。反対になってます。あ、そうですか。そのまま映るみたいですね。反対に書いたんだ、わざわざ。はいはい。あ、そのまま映るみたいですね。あ、そうですか。残念ですね。惜しかったですね。はい。はい。あ、じゃあ質問なんですけど、はい、さっき見せてくれたノートは、はい、結構書き込んでましたけど、何冊ぐらいあるんですか？あ、1冊ぐらいあるんですけど、1学期分です。うん、あ、1学期分、同じノートに全部書くんですか？はい、そうですね。おお、そうです。書くとどうですか？頭に、記憶に残りますか？ああ、授業を繰り返して聞いたので、それで、うん、書きながらやっぱり授業を聞くと記憶にもっと残る気がして、そんな風にしています。じゃあ、こうワードとかに入力するよりは 手書きでこう書いて、はい、そうですね。色をちょっと変えたりとかして、はい。おー、そうですか。ぜひ一回見てみたいですね、本、実物をね。はい、はい、わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。え、スピーチ、すごいですね。じゃあ、다음으로スピーチ해주실분은요。네、한국어학부 임경진 하구님이 되겠습니다。스피치 제목은요、私の思う国際交流のあり方についてが되겠습니다。잘부탁드리겠습니다。제목소리잘들리세요？네。네、그러면시작하도록하겠습니다。
皆さんは国際交流といえばどんなことを想像するのでしょうか。国と国による外交のような政治的な規模が大きいことを思うのでしょうか。私は今韓国のある組織で日本との交流に関わる仕事をしております。これまで幅広い分野で日韓に関わる仕事をやってきたのは20代の時に経験したあることがきっかけです。その時に感じたときめき、人との絆の大切さは今でも忘れません。当時の私は学校の授業とバイトに専念していたため留学や海外旅行とは無縁なものでしたが、ふっとしたきっかけで日本に行ける交流イベントがあることを知り申し込むことにしました。ある国際交流団体が主催した歴史の再現イベントがあり、室町時代から江戸時代にかけて朝鮮から日本に派遣された外交使節団である朝鮮通信使の再現行事にサポーターとして参加したのです。ソウルから出発し、釜山から船に乗り、対馬、大阪、静岡、東京などを回る約1ヶ月にわたる長旅でした。日本各地で行列の再現をするために、朝鮮時代の伝統衣装を身にまとい行進をして、私もその中の一員として参加しました。行列を見に来た日本の方たちは、手を振ったり、写真を撮るなどして興味を示していました。最初は恥ずかしがっていた地元の人たちも、渡されたお互いの国旗を振りながら応援もしてくれました。行列のイベントの後には、日本の方たちとの懇親会も実施され、韓国の伝統舞踊や歌などを披露する中で、私は見に来られた方と出演者が共感して一緒に楽しめるよう通訳したり、こんにちは、感謝합니다などと韓国語の挨拶で声かけをしたりしました。参加した日本の方たちの中には、興味を持ってくれて、一緒に踊ったり、歌ってくれる人もいました。さらに、日本の方たちからは、各地のご当地料理をごちそうになり、名産品のお土産までいただいたりして、どこへ行っても心のこもった温かいおもてなしで迎えられました。また、その時はちょうど2002年日韓ワールドカップの時期でもあったため、韓国の応援団が着ていた赤い服を一緒に着て、おー、ピースンコリア、おー、ピースンコリア、と、声を張り上げてくれるなど、陽気な雰囲気を作り出してくれました。私たちのために差し入れを持ってくる方や、家族や友達などを連れて足を運んでくれる方がいらっしゃるなど、参加者が増えるたびに人とのつながりや交流の凄さを実感しました。行列に参加したことにより、昔の国際交流の道のりをたどることができ、その積み重ねが今の国際交流につながると感じました。そしてこの交流イベントを通して、お互いの文化を尊重し、ありのままを受け入れ、一緒に楽しもうとする熱い気持ちが真の国際交流ではないかと実感したのです。これからの未来を担う若者たちが、私と同じ経験と感動を味わってほしくて、さまざまな交流プログラムを企画し推進しています。コロナ禍で総合訪問は難しくなりましたが、オンラインでできる交流プログラムを進めております。今は海外に行かなくても、外国人と出会うことはそんなに難しくなく、友達になれる方法はたくさんあります。そして、必ず国境を渡って交流する必要もなく、気軽に国内での国際交流の方法もたくさんあり、多文化を理解し、話し合いたいと思う気持ちを持った時点でもう始まっているのではないでしょうか。このような気持ちを持った人たちが増えれば、
もっと未来志向的な日韓関係も築けるのではないでしょうか。以上、ご清聴ありがとうございました。예, 스피치 예, 수고하셨습니다. 예, 학진호 교수님께서 예, 코멘트 및 질문 해주시겠습니다. 네, 임견진 さん, お疲れ様でした。でした。ね、途中で歌も歌ってすごいですね。ありがとうございます。なかなかね、できるようなことじゃないですけどね。国際交流ということで、まあ、日本とのその交流イベントですね。朝鮮通信の再現ですか、はい、対馬に行ったりね、静岡に行ったりして1ヶ月間行ったということですけれども、もうそんなイベントがあるんだなとね、すごく感心したというか感動したというか、その、まあ、そこでいろいろね、通訳されたりとかしたみたいですけども、やっぱり実際にこの行って経験するとやっぱりこう違うと思うんですよね。で、インキョンジンさんが言ったようにやっぱり両国いろいろなんかこうね、日韓関係も言い出したらもうね、365日言わなきゃいけないぐらい大変なことになりますけど、まあ、ありのままを受け入れるってね言ってましたけれども、本当それだなと私もつくづく思います。しかしそれが一番まあ難しいね、ありのまま受け入れるっていうのがね。で、まあ、イムキョンジンさんが実際にそうやって1ヶ月間行ってきた、経験をする前と後で一番何が変わりましたかっていうのが質問です。この20代の時にこの朝鮮通信誌の行事に参加したのが、まあ、実際に日本に初めて行った経験だったんですけれども、まあ、実際に日本に行く前の日本っていうところはもう教科書で勉強してた日本っていう感じでしたし、もう実際にその地元の人たちと、まあ、会話したこともなかったわけですから、なんか自分の日本語が通じるのかっていうちょっと不安もありましたし、で、まあ、日本人はこうだなっていうちょっと自分なりになんかちょっと偏見を持ってたところがあったかもしれないんですけど、実際に自分そこの日本に行って地元の人たちと交流する中で、まあ、話を実際してみたらすごいアイデンティティも一番近い人だな、まあ、外国人の中で一番近いなっていう感じもしましたし、なんか、まあ、日本人だからこうっていう感じ、まあ、韓国人だったからこうっていう感じではなく、まあ、すごいに思ってるところがすごい似てるんだなっていうことを実際感じました。じゃあ今そういうなんかプログラムを企画する仕事をしてるんですか？もともとその市役所で今勤めておりまして、ある自治体の市役所で勤めておりまして、姉妹都市との交流 の仕事がメインなんですけれども、そうですね、姉妹都市とのなんか青少年のプログラムを進めたり連れて行ったりとか、まあ、日本からお客さんが来た時に案内したりとかそういう仕事をしてるんですけど、今相互訪問が本当にもう難しくなってるので、もうオンラインでできるなんかそういうプログラムを自ら計画をして考えて作ったりとかしてます。そうですか、すごいですね。実は韓国語学部のね学生さんですけれども日本語もお上手で。そうですか、ありがとうございました。これからも頑張ってください。お疲れ様でした。でした。예스피치수고하셨습니다다음순서로넘어가도록하겠습니다다음스피치해주실분은요일본어학부장예나학부님이되겠습니다스피치제목은요日本の節約術라고하는제목이되겠습니다그럼잘부탁드리겠습니다네시작하겠습니다안녕하세요最近節約生活にハマっているチャンゲナと申します。近年韓国の20代30代の間では、在宅がブームです。 YouTube ではいろいろな在宅の方法やノウハウが紹介されているので、簡単に経済の勉強することができます。そこで私がハマったのが節約生活です。
早速日本ではどのような節約をしているのか調べました。今日は節約術に関する本やブログの中で特に印象深かった3つを紹介します。楽しく聞いていただけると幸いです。まず一つ目は冷蔵庫カーテンです。私は子供の頃母から冷蔵庫の扉を長く開けるなと電気代節約のためによく言われました。確かに冷蔵庫の扉を頻繁に開閉しないことは電気代節約のため大切です。しかし日本では冷蔵庫にカーテンをつける家庭が多いそうです。カーテンを冷蔵庫の中につけることで開けた扉から逃げる冷気が少なくなり無駄な電力を使わなくて済み結果的に電気代節約につながるそうです。冷蔵庫カーテンは冷蔵庫節約と検索すれば一番ヒットするキーワードだそうですが初めて聞いたので面白かったです。2つ目は献立を立てるです。これは1ヶ月の献立を立てて買い物すると節約ができるという方です。食材をまとめ買い際は行く日行くときに一番安いスーパーを調べた上で出かけます。あらかじめ献立を立てておけば必要な食材だけ買うことができスーパーへ行く頻度も減らすことができます。そして買い物は一人で行くことが最大のポイントかもしれません。3つ目はカットモデルです。日本ではヘアカット無料という美容室の広告をよく目にします。日本の美容室のカット平均額は4000円程度で韓国と比べると少し高額です。節約のためヘアモデルになりカットをする人が多いようですがモデルの方の中にはこれは節約じゃなく当たり前なことですと話す方もいました。韓国にもモデルのヘアモデルの広告はありますがカットのみならずヘアカラーやパーマーもモデルとしてできる日本の方がもっと盛んだと感じました。以上で3つの節約術いかがでしたか。たくさん調べていると何これと思うような本当に面白い神様レベルの技もありましたが今回は誰でも挑戦しやすい入門編を紹介しました。皆さん今日から私と一緒に節約してエコな生活始めてみませんか。これで発表終わります。ありがとうございました。ね、発表終わりました。강연하고님의스피치에대해서요사사히로코교수님의코멘트및질문이있겠습니다はい、予選の時よりもまとまった感じでいいスピーチだったと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、イエナさんが直接今やってる節約術、韓国で流行っているものでもいいんですけど、おすすめの節約術何かあったら教えてもらいたいなと思うんですけど。まだ私が今紹介されていた節約術はまだしていないですけど、私なら挑戦したら2つ目の献立を立てることです。私は料理が下手なのでこれをしたらできる料理が少なくて自然に節約ができるかなと思います。あんまりいつも同じようなものを食べると飽きちゃうんじゃないかなと思うんですけどそうですね、大丈夫ですかね。いろいろ挑戦したり安くしたいですね。はい、そうですか。じゃあちょっと料理の腕も上げつつ節約も頑張ってください。はい、わ、はい、かりました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。
예, 발표 수고하셨습니다. 예, 지금 예, 여러분께서 정말 예, 흥미로운 스피치를 계속해 주셔가지고 막 시간이 벌써 이렇게 됐어? 라고 느낄 정도로 이렇게 어느덧 시간이 6시를 넘었는데요. 예, 이제 마지막으로 예, 마지막 스피치가 되겠습니다. 마지막은 예, 일본어학부 예, 최영목 학우님이 되겠습니다. 제목은 스즈키산 또 요바레타리, 사이산 또 요바레타리 です가 되겠습니다. 그럼 잘 부탁드리겠습니다. こんにちは. 聞こえますか? 聞こえますか? 예, 잘 들립니다. 아, こんにちは. エントリーナンバー13番 1年生のチェヨンモクです。どうぞよろしくお願いいたします。来日してから間もない時の話です。子供が風邪をひいて妻と病院へ連れて行くことになりました。普段は妻が子供を病院へ連れて行きますが、その時はなぜ一緒に行ったか覚えてないです。 車を走らせ病院に着いた時間は午後5時前だったのを覚えてます。妻が子供をお医者さんに見てもらううちに、私は待合室で待ってました。待つうちに5時になりまして、職員たちが帰る姿が見えてきましたけど、妻と子供は診察室から出てこなかったです。なんでだろうと思いながら 引き続き待ってました。待ちうちに後ろから鈴木さんという看護師さんの声が聞こえてきました。初めは私と全然関係ないことだと思いました。しかしまた鈴木さんという声が聞こえてきたので、もしかして私かなとちょっと不安が走りました。 でも返事をしようと思いませんでした。そしたら、また鈴木さんと真後ろから呼ぶ声が聞こえてきました。今度は私かもしれないと思いながら、いや、私は鈴木ではないし、と後ろを振り向こうとしなかったです。何度も呼んだのに返事のない私を仕方ないと思ったのか、その看護師さんは 私の前まで来て、鈴木さんと呼ぶので見上げると、私は定時になったので帰りますけど、5時過ぎると時間外診療になりますので、奥さんがその手続きをしてますから、もうちょっと待ってくださいねと、優しく説明してくれた後に帰りました。そのまま帰ってもいいのに、わざわざ寄ってきて、 事情を説明してくれましたから、ありがとうございます。お疲れ様でしたと挨拶しました。その看護師さんにとっては何度も読んだのに返事をしなかった私を、おかしな人だと思ったかもしれませんけど、私にとってはまさか自分が鈴木さんと呼ばれるなんて全く想定していなかったです。ですので、その時の気持ちは本当に 複雑だったのを覚えています。韓国にいた時は日本が夫婦同士制でことを知らなかったんですが、それをしたのは来日してから数年経った後でした。続いては初めて入管へ行ってビザ更新をした時の話です。 確かに当時は5年ごとに更新したと思います。来日してから5年も経ち、ある程度日本語もできたので、一人で更新しに行きました。窓口で申請用紙に記載してから提出してから待ってました。待ってから数十分後、再三と呼ぶ 声が聞こえてきました。あれ、もしかして
私を呼ぶかもしれないと思って窓口へ行って担当公務員に私ですかと確認してみたら、そうですと言われました。確かに確かに読み仮名にチェと書いていたはずなのに、なんでと疑問に思いました。その職員さん曰く、日本ではこの字をサイと読みますよと言ってくれました。まあそれにしてもサイさんと呼ぶ人もそれに反応する人も大したもんだなと思いましたが、私がサイと言われたのになんで自分かもしれないと思ったかというと、中学校の時に亡き父から何度もサイさんと言われたことがあったからです。その時は何も考えずに聞き流したんですが、それが時を経て日本でサイさんと呼ばれるとは夢にも思ってなかったです。父のちょっとした言葉遊びがその時に役立ったと言えるかもしれません。来日してから鈴木さんと呼ばれたり蔡さんと呼ばれたりしながら時が流れ、こうして今に至っております。以上、ご清聴ありがとうございました。以上です。예、수고하셨습니다。마지막으로예하진호교수님께서예코멘트및질문해주시겠습니다。はい、ジェイヨンモクさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。海外で留学でもなく学生でもなく、ね、家庭を持って過ごすっていうのは全く大変なことだと私もしみじみ思っておりますけれども、そうですね、同じような、まあ、先駆けて、ね、その大変な苦労な道を行っている蔡さんとか鈴木さんとか知恵さんですけれども。まあ、エピソードと言ったらもう1万個ぐらいあると思うんですよね。そのもう1年にもね、30個ぐらい出てきますからね、エピソードというのは。そこまでじゃないんですけど、いろいろありましたね。まあ、私も友、あ、ハチの友かですけど、これは長いって言われまして、90年代に来たとき。3文字にしろって言われて、うちの旦那が、じゃあ友かでお願いしますって言って、友をもっかってなったんですけど、そしたら病院で、名前がトーモッカって出た時に、横にいたおばあちゃんが、もしかしてトシですか私もトシなんだと。トシはなかなかいないから、本当に、ね、珍しいと。もうパンガオよって言われて、実は日本人なんですってちょっと言えなくてですね。トシのふりをしてたという。今日も大丈夫でしたか大丈夫でしたけれども。まあ、そういったエピソードがいろいろありますよね、本当にね。まあでもやっぱり性格が良くないとね、なかなかそういうふうに海外で生活できないと思いますよ、チェイさんも私もね。そうですね。ね、鈴木さんと呼ばれたり、サイさんと呼ばれたりということですけれども、じゃあチェイヨンモクさんは何と呼ばれるときが一番嬉しいですか？自分の名前ですね、やっぱり。チェイさん。そうです。最初は慣れてなかった。今はですね、まあ通名で鈴木というもっといるんですけど、最初の時は慣れてもんですから、慣れてないもんですから、もうすごく違和感も感じましたね。って私鈴木っていう、そういう感じだったんですけど、まあ、それもそうですと、またチェと書いてあったのにサイと呼ばれたり、まあ、そういうことがありまして、私はチェなのにって、そういう最初の感じはそういう強かったんですね。それがだんだん慣れてくると、まあ、どうでもいいやっていう、そういう感じで、今は、まあ、鈴木は使うときもあれば、まあ、普通は自分の名前を使っているんですけど、まあ、場合によっては通名を使うときも、まあ、今はありますね。うん、まあ、本当に共感します。もう何でもいいやと思いますよね。私も大体いつもそうです。そうですね、何でもいいやっていつも思ってます。そうなると思いますけど、ね。そうですか。ありがとうございました。貴重な経験を。はい。お疲れ様でした。どうも。예이상으로13분의스피치를다보았습니다여러분예
정말 이 스피치 참여해서 이게 어려운 이 어려 정말 많이 어렵습니다. 저도 뭐 경험해 보면 정말 보는 거랑 실제 하는 거는 정말 많이 차이가 나는 걸 느끼는데요. 열심히 이게 준비하신 스피치 잘 해주셔서 감사드리고요. 또 이제 오늘 이 줌으로 참여해 주셔서 또 이 여러분들의 이 스피치를 봐주신 이 학우 여러분이 진심으로 감사드리겠습니다. 자, 이상으로 예, 스피치 이제 대회는 일단은 여러분의 발표는 마쳤는데요. 이제 잠깐 휴식을 취하면서요. 또 저희 이제 심사위원들의 이제 점수를 조금 예, 모아서 합산해서 다시 평가를 한 후에 또 조금 있다가 예, 공지를 하겠는데요. 지금 시간이 6시 13분입니다. 근데 아마 좀 준비하고 하는데 시간이 걸릴 것 같아서요. 6시 30분에 다시 재개하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 그럼 잠시 휴게에 들어가도록 하겠습니다. 예, 시간이 되어서 예, 이제 진행하도록 하겠습니다. 여러분이 오랫동안 기다리셨습니다. 근데 그만큼 시간이 오래 걸렸다는 것은 그만큼 여러분이 쟁쟁한 스피치에 대해서 교수님들께서 예, 정말 예, 평가하는데 되게 예, 어려움이 있어서 그런 거라고 생각합니다. 그러면 이제 예, 심사 뭐 예, 아, 일단 수상 발표에 앞서서요 오늘 이제 스피치 대회에서 전반적인 이제 심사에 대해서 예, 정현혁 학부장님께서 예, 심사 평가를 예, 말씀해 주시겠습니다. 네, 심사 평가 말씀드리겠습니다. 열쌤이 여러분들 정말 열심히 잘 준비해 주셨습니다. 내용도 재밌게 잘 들었었고, 그리고 우리 네 분의 그 교수님들이 보시다시피 지금 마스크를 안 쓰고 있다는 건 다 각자 다른 곳에 있다는 거예요. 근데 학교에 지금 다 나와 있습니다. 나와서 각자 다 연구실에서 개별적으로 다 점수 채점을 매기고 뭐 그랬었습니다. 그 채점에 대한 결과는 나중에 말씀을 드리겠지만 전체 심사평가 말씀을 드립니다. 다들 정말 열심히 준비하셨고 매년 해마다 정말 여러분들 내용적인 것도 그렇고 일본어 실력도 많이 더 늘어가고 있구나 하는 생각을 학부장으로서 하게 됩니다. 그리고 이렇게 12번째인데 내년 13, 14회 때도 계속 잘 이어지고 여러분들이 이렇게 아마 준비하고 다 외워가면서 공부가 많이 됐을 것 같아요. 정말 공부가 많이 되니까 아 내가 일본어 공부 제대로 한번 한다는 마음으로 이렇게 적극적으로 또 도전해 주시면 좋겠습니다. 특히나 오늘 13명의 우리 본선 진출자 중에 그래도 수상자는 5명밖에 안 되기 때문에 8명은 또 수상을 못하게 됩니다. 혹시라도 졸업하지 않게 된다면은 내년이라도 또 다시 한번 꼭 도전하시길 바라겠습니다. 전체 평 쭉 가보겠습니다. 강민지 학생부터 시작이 됐는데 인토네이션에 대한 거 무척 중요합니다. 제 수업도 들었던 것 같은데 모르겠습니다. 한 가지만 제가 지적해 준다면 인토네이션하고 악센트라는 게 있어요. 근데 악센트와 인토네이션은 구분해서 해야 된다는 거 이거 꼭 알고는 갔으면 좋겠다. 상당히 무척 중요한 부분입니다. 네. 특히나 악센트가 다른 부분에 대한 단어를 하게 되면 완전히 헷갈리게 될 수 있죠. 김설빈 학생의 신주쿠역의 그 많은 부분에 대한 거, 경험에 대한 것도 잘 들었었습니다. 그다음에 김혜진 학생이 일본에서 만난 우리 그 동방신기 팬 아줌마들에 대한 거, 이런 부분도 역시 그런 분들을 통해서 나의 그 장래 희망도 간호사가 되고 싶다는 거에 대한 것도 발견할 수 있었지 않나 하는 그런 것도 있었죠. 박채연 학생의 얼떨결에 바뀌어진 그 관광지에 대한 것도 얘기 너무 잘 들었습니다. 시즈오카에 대한 부분 저도 생각이 나는데 그 부분에서는 어디 가나 후지산이 보입니다. 그리고 온천하면서 후지산 보는 건 정말 좋습니다. 예, 제 연구실에 혹시라도 여러분들 학교에 오시게 되면 한번 와보시면 제 그 화이트보드에는 후지산의 봄, 여름, 가을, 겨울 후지산 모습이 있어요. 네. 참고로 후지산은 겨울에는 등반을 할 수가 없습니다. 한여름에밖에 못합니다. 그 다음 배재영 학생의 그 일본에 교토 연수 갔을 때 세츠분에 대한 거 모르겠어요. 제 수업도 들었는지 모르겠지만 막 그런 내용도 막 이렇게 들렸던 것 같아요. 네, 너무 잘 준비해서
또박또박한 발음으로 잘해줬던 것 같습니다. 그 다음 유승권 우리 그 학생의 일본의 친타이 시스템에 대한 거 저도 정말 경험 많이 해봤던 것 중에 하나입니다. 레이킹이 왜 이렇게 많아? 뭐 3개월분을 달라고 그러고 2개월분을 달라고 그러고 그런 부분도 상당히 재미있게 그 좋은 정보를 좀 제시해 주신 것 같아요. 이렇게 전반해 주셨고 후반에는 이경아 학생부터 시작이 됐었죠. 일본 유학을 가게 돼서 제일 가까워서 가게 된 일본에서 그러면서는 그 친구하고 만났던 에피소드에 대한 재미있는 얘기를 해줬던 것 같아요. 여기서 동은 돈부리 말하나요? 이경아 학생? 아니면 돈 또 뭐 이렇게 한다 그런 말인가? 아, 돈부리입니다. 네, 돈부리의 동하고 비빔밥이라고 하는데 그런 걸 재밌게 좀 같이 해서 해줬던 것 같아요. 이은재 학생의 문화탐방에 대한 건 저도 그때 09년 때 와서는 너무나 즐거운 그런 시간이었었습니다. 네. 너무 긴장했는지 목소리가 좀 막 안으로 들어가는 것 같아서 좀 잘 안 들렸던 게 좀 안타까웠던 것 같아요. 많은 그 막 맛있는 그 라면도 나오고 그랬었는데요. 그 다음에 또 우리 이철규 상의 즐거운 노래 너무 즐겁게 들었습니다. 네, 저도 이 간바이에 대한 노래를 무척이나 좋아하는 노래 중에 하나입니다. 네. 네, 그 다음에 이혜진 상, 17살에 처음으로 일본을 대학에 대해서 또 여기 사이버 대학에 들어와서도 막 필기도 하면서 열심히 공부하고 있는 것 같아요. 실력 많이 늘고 있습니까? 어떤지 모르겠는데 이혜진상은 처음에 이혜진상은 얼굴도 안 보이고 이거는 딸인가요? 아니면 모르겠어요. 늘 이 사진을 본 것 같은데 얼굴 좀 보여주시죠. 이혜진상은 처음에 잘못해가지고 다시 해서는 여기는 시간을 못 맞추려나 했는데 그래도 시간을 잘 맞추셨어요. 네, 그런 부분도 있었던 것 같습니다. 임경진상은 한국어 학부, 조선통신사에 대한 부분이 너무나 이렇게 와닿고 그런 부분에 일을 하고 지금 혹시 일본에 있나요? 아닙니다. 한국에 있습니다. 한국에 있어요. 그런데 그런 일을 계속 지금 하고 있고 일본에 가서 하는 경우는 Z 프로그램을 해서 우리 학생들 중에 가 있는 경우도 있는데 그거하고 좀 틀리나요? 네, 지금은 그냥 저기 시청에서 그냥 직원으로 일하고 있습니다. 네, 네 아주 너무 재밌게 들었습니다. 조선통신사에 대한 경험 혹시 이게 지금도 있을지 모르겠는데 나중에 코로나가 풀리면 여러분들도 한번 이런 그 프로그램이 있어요. 관광 상품으로 경험해 보면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 장혜나 학생의 그 일본에서의 전략술에 대한 거 예, 잘 들었습니다. 저도 한번 적용해 보겠습니다. 커튼 치는 건 못하게 콘다테오 타테루는 우리 집사람이 하고 있어서 카토 모델도 제가 할 일은 없을 것 같고 뭔가 더 좋은 거 있으면 한번 해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 마지막으로 최영무상은 자신의 이름이 불려지는 최상 이게 제일 좋을 것 같죠? 네. 참 일본에 살면은 이렇게 하게 되는 그런 에피소드 저 같은 경우도 일본식으로 하면은 테이상이라고 불렀다가 또 한국식으로 정상이라고 불렀다가 뭐 난리가 아니었던 그런 기억도 있었습니다. 전체적으로 내용도 정말 아주 좀 깊이도 있었고 그 다음에 여러분들의 일본의 실력도 무척이나 그 매년 더 증가하고 좋아지고 있다는 생각을 했습니다. 시간이 많이 걸렸던 거는 그 손 교수님 말씀하신 대로 상당히 좀 그렇게 큰 차이가 나지 않는 그런 쪽으로서 이렇게 순서가 정해진 것 같아요. 그리고 교수님들도 다 각자의 그 말씀드렸었죠. 표현력, 정확한 일본어 표현, 내용 이거별로 100점의 점수에다가 시간 오버에 대한 걸 다 체크를 하시면서 점수를 다 매겨오셨고 총점을 넣고 전체의 점수상에서 그래서 이제 같이 논의한 가운데 어떻다는 부분으로 예, 최종의 오늘 수상자 5분이 정해졌습니다. 참가자들도 참가상은 있습니다. 네, 그런 부분이니까 너무 실망하지 마시고 그 다음에 참가상만 받은 분들은 내년에 다시 졸업 전까지 다시 꼭 트라이 하셔서 도전해 보시기를 예, 학부장으로서 바라겠습니다. 자, 이상으로 전체에 대한 여러분의 심사평을 마치도록 하겠습니다. 예, 기다리시던 이제 표창식이
이제 여러분의 이제 열심히 해주신 스피치에 대한 결과의 발표가 있겠습니다. 자, 저희가 네, 이번에 예, 마련한 상은요, 예, 대상, 그리고 최우수상, 우수상, 장려상, 인기상, 이 다섯 가지 상인데요. 이, 이번에는 예, 올해는 이제 수상자들이 이제 각 한 명씩으로 되어 있습니다. 그래서 지금 이제 이 표창식을 거행하는데요. 이제 그 수상의 이제 순서는요. 인기상, 그 다음에 장려상, 최우수, 아, 우수상, 최우수상, 대상의 순으로 하도록 하겠습니다. 손 교수님, 잠시만 그 광고 말씀을 드리면, 우리 수상자들은 상금이 있고, 또 상장이 있고, 그 다음에 그 상품이 있고 그렇습니다. 근데 상금에 대한 거를 지불하기 위해서 영수증에 대한 원본이라든지 이런 부분이 필요하기 때문에 여러분들 조금 귀찮더라도 수상을 하신 분들은 직접 학교에 오셔서 저하고 사진도 찍고 그 다음에 수상자 사진도 찍고 그리고는 다 받아가시면 좋겠습니다. 네. 자, 시작하시죠, 승 교수님. 네. 자, 그럼 표창식 먼저 인기상부터 하도록 하겠습니다. 자, 인기상의 수상자는 자, 인기상은 우리 다섯 교수님, 네 분 교수님이 전부 다 동일하게 나왔는데요. 인기상은 우리 박채현 학생이 됐습니다. 박채현 학생 축하드립니다. 감사합니다. 네, 후지산 너무 멋있었습니다. 지금도 후지산이 보이고 있는데 오늘 뭐 네. 박채현 학생은 그 저기 타고 했나요? 지금 그 배 타고 있는 중에 있나요? 그러진 아, 않나요? 아니요. 지금 육상에 있어요. 지금 대전에 있습니다. 아, 네. 알겠습니다. 자, 그럼 상장 시상하겠습니다. 상장 인기상 성명 박채현 위 학생은 본 대학교에서 주관한 제12회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함 2022년 1월 22일 사이버 한국외국어대학교 일본학부장 정현혁 축하드립니다. 축하드립니다. 감사합니다. 네, 박채현상 몇 번 도전 만에 이제 상을 탄 건가요? 아니요, 첫 번째 나갔을 때도 그때 인기상 받긴 했었는데요. 아, 그때 탔었어요. 그럼 두 번째 타는 네, 거네? 네? 네. 아, 두 번째이기는 한데 네. 근데 확실히 그냥 뭐지 다른 참가자분들이 더 잘하신 분들이 많아가지고 솔직히 이번에도 그렇게 기대는 안 하고 있었거든요. 네, 축하드립니다. 감사합니다. 자. 자, 그러면 가시죠. 장려상에 들어가도록 하겠습니다. 자, 장려상 수상자는요? 자, 장려상 수상자는 배주영 학생입니다. 배주영. 감사합니다. 일본어 대표분이라고 하는 감사합니다. 아주 뭐 또박또박 너무 잘 알려졌던 것 같아요. 목소리도 정말 좋았고 일본에 대한 표현에 대한 게 아주 쏙쏙 눈에 잘, 그 귀에 잘 들어왔었습니다. 많은 지식도 얻을 수 있었습니다. 자, 상장 시상합니다. 상장 장려상 성명 배주영 위 학생은 본 대학에서 주관한 제12회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함. 2022년 1월 22일 사이버 한국외고대학교 일본학부장 정현혁 축하드립니다. 감사합니다. 앞으로 더 열심히 하도록 하겠습니다. 네, 더 열심히 하세요. 네. 네. 그다음 이제 우수상입니다. 우수상 수상자는 네, 우수상 수상자는 이경하 학생입니다. 이경하 학생 축하드립니다. 네, 돈 또 비빈노 지가이 뭐 이런 어떤 표현이었었는데 너무 소재가 아주 참신하고 재밌었습니다. 네, 어떤 문화의 차이로서 있었던 그런 것들이었던 것 같습니다. 네, 수상하겠습니다. 상장 우수상 성명 이경하 위 학생은 본 대학교에서 주관한 제12회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함. 2022년 1월 22일 사이버 한국외국어대학교 일본학부장 정현혁
축하드립니다. 축하드립니다. 감사합니다. 우수상 축하드리겠습니다. 감사합니다. 예. 그리고 네. 이제 앞으로 이제 상이 두 개가 남았는데 상이 두 개 남았네요. 예. 최우수상 수상자를 호명하도록 하겠습니다. 최우수상은 이혜진 학생입니다. 이혜진 축하드립니다. 얼굴을 전혀 안 보여줘서 안 보이는데? 얼굴이 저만 안 보이나요? 얼굴 저 안 보이세요? 네, 이혜진 학생 축하드립니다. 보입니다. 네, 축하드립니다. 열심히 공부도 하고 일본어도 실력이 많이 늘기를 바라겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 내용도 너무 재밌었고 니혼고는 히스토리 재밌었습니다. 네, 자 상장 수여합니다. 최우수상 성명 이혜진. 위 학생은 본 대학에서 주관한 제12회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함. 2022년 1월 22일 사이버 한국 외국어대학교 일본어 학부장 정현혁. 축하드립니다. 감사합니다. 근데 이희진 학생이 지금 겉으로 쓰고 있는 건 따님 맞아요? 아, 지금 제 얼굴 나오는데요? 아닌가요? 아니, 지금 얼굴 나오는데 끄면은 아, 그 나오는 아시다 말았죠. 아 그런가요? 제가 잘 몰라서 그랬네요. 축하드립니다. 축하드립니다. 자 이제 아 이제 하나 남았네요. 자 영예 대상이 남았습니다. 네. 예. 예. 오늘 예 제12회 예 일본어 스피치 대회 예 마지막 정말 예 오늘 예 참석하신 가장 우수한 우수한 성적을 거두신 분인데요. 자 이제 호명하도록 하겠습니다. 되게 대단한데요. 과연 이철규상? 대상의 영예는 한국학부의 임경진 학생입니다. 헐 한국학부 미쳤다 누구야? 감사합니다. 없었는데. 네, 임경진 학생. 아, 와타시노 오모 고사이 코리오노 아리카타 니츠이테. 조선통신사의 경험과 이런 부분에 대한 거였는데 일본에 대한 표현에 대한 거에 뭐 또박또박한 부분 또 내용에 대한 부분들 그래서 이 모든 교수님들이 전부 다 높은 점수가 나왔었습니다. 감사합니다. 네, 한국학부로서도 너무 열심히 일본어도 뭐 어디서 배운지 모르겠지만 너무 잘하셨고 내용 부분에서도 너무 훌륭했습니다. 자, 축하드립니다. 자 그러면 상장 수여합니다. 상장 대상 성명 임경진 위 학생은 본 대학에서 주관한 제12회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함. 2022년 1월 22일 사이버 한국 외국어대학교 일본어 학부장 정현혁 축하드립니다. 감사합니다. 자 여러분들 상장에 대한 거나 그거 받으러 다음 주 내에 연락해서 오시기 바랍니다. 네, 갈게요. 참고로 월요일부터 저는 나갑니다. 자, 이로써 예, 제12회 일본어 스피치 콘테스트를 이제 마무리하게 되는데요. 자, 이제 이 정말 이 코로나라는 또 이 어려운 환경 안에서 또 이제 이렇게 이제 온라인의 형태로 해서 예, 이 대회를 잘 마무리한 것 같습니다. 자, 마무리하기 전에 이제 우리 또 학부장님 정현혁 교수님께서 폐회의 말씀을 해주시도록 하겠습니다. 교수님 부탁드리겠습니다. 네. 자 여러분들 처음에도 말씀을 드렸었습니다. 올해로서 제12회 일본어 스피치 콘테스트 대회였습니다. 12년 동안을 계속 이어왔었고 근데 참 12년 만에 처음으로 한국학부에서 대상을 수상한 것 같습니다. 지금 아까 막 열심히 응원했던 전정숙 상도 이제 들어왔네요. 전정숙 상도 한국학부로서 열심히 도전도 하고 있었는데 저희가 이렇게 뭐라고 그럴까요? 교수님들이 정말 객관적으로 여러분들의 실력이 출중하고 하는 부분들을 객관적으로 늘 채점도 하고 해서는 결과를 낸 그 결과라고 생각하시면 좋을 것 같아요.
그리고 너무나 일본어 실력만이 아니라 내용이라든지 또 뭐 그 어떤 표현력이나 이런 부분에서도 너무나 좋았던 것 같습니다. 예, 아까부터 계속 말씀드리지만 해를 거듭할수록 일본 그 일본어에 대한 실력뿐만 아니라 내용적인 것도 너무나 좋아지고 있는 것 같아요. 내년 제13회에도 올해 졸업하지 않는 학생들은 다시 한번 꼭 도전하시고 그러면 나에게도 충분히 대상의 기회도 있을 수 있다. 이런 생각을 가져주면 좋을 것 같습니다. 그리고 또박또박 일본어도 하시고 그 다음에 내용적인 것도 잘 생각해서는 미리 준비하면은 훨씬 더 좋은 결과가 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 자, 오늘 여러분들 4시부터 시작해서 이제 거의 뭡니까 7시가 넘어가는 3시간이 넘어가는 그런 시간까지 왔습니다. 코로나 상황에 있고 또 오미크론 변이까지 있어서 많이나 힘든 그런 가운데 있지만 이렇게 온라인 상으로도 이게 충분히 가능한 부분이고 저희 사이버대학은 여러분들 이 코로나가 있어서도 전혀 문제가 없이 지금까지 쭉 진행이 되고 있습니다. 한 가지 아쉬운 점이라면 제가 여러분들과 같이 잘 만날 수 없다는 게 아쉬움 중에 하나이기도 합니다. 그래도 여러분들 그 수상자들은 꼭 오시기 바랍니다. 같이 사진도 찍고 이렇게 할 수 있는 시간 가지면 좋겠네요. 그리고 여러분들 건강 조심하시고 그리고 방학도 또 유익하게 보내시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고는 3월에는 또 새 학기 여러분들한테 또 새로운 걸로 또 이렇게 만나 뵀으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 자, 오늘 장시간 우리 고생해 주신 우리 교수님들 그리고 우리 그 출연자들 그리고 또 응원해 주는 여러분들 학생들 정말 고마웠습니다. 자, 올해 12회는 이걸 마치지만 또 13회 또 여러분들 많이 트라이해서 좋은 결과 있기를 바라겠습니다. 자, 여러분들 건강하시고 그리고는 이제 구정 얼마 안 남았는데 구정 인사도 아까 새해에도 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 자, 이걸로써 제12회 일본어 콘테스트를 모두 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 고생하셨습니다. 간파의 풀 버전 안 되나? 풀 버전! 나중에 한번 들어봅시다. 간파의 풀 버전 하고 갑시다. 와! 아, 이거 상을 못 받았기 때문에 하면 안 되지. 아이, 못 받았기 때문에 안 돼. 나중에 한번 우리 그 개강 파티나 뭐 할 때 한번 해보도록 합시다. 네, 그때 한번 제가 준비할게요. 네. 가이드 오자들의 실무 이끌심하셔. 네. 우리 저 이철기상은 간발의 차이로 인기상을 놓쳤습니다. 아. 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 네, 감사합니다. 자, 아쉬운 여러분들, 자 건강하시고요. 네, 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으세요.